インターネットテレビウィルズ王冠号の山根です。本日は白川司さんをお招きしております。よろしくお願いします。お願いします。今回お聞きしたいテーマが中国が半導体戦争に完全敗北、はい、ということなんですけど、このコロナ禍においては、はい、DX デジタルトランスフォーメーションと盛り上がってですね、はい、まあ、今、半導体の需要が世界的にも増えている中で、はい、この半導体供給、はい、というかこの半導体産業がその国のね国運を決めると言っても過言ではないと、うん、ですね。そんな中中国は完全敗北というのは、はい、まあ、喜ばしいニュースなのかなとも思うんですが、うん、これはどういうことなんでしょうかね。これは、まあ、実は前にもやってまして、で今回、まあ、その前に行った時ももう中国の半導体はダメだよって話をしたんですね、はい、ところがあんまり浸透してないんですよこんな話って、うん、で改めてこの1月9日のウォールストリートジャーナルがもう中国は半導体製造のその計画は失敗したっていうふうにもう大きく載っけたんですね、それでこれはもう3年間で少なくとも6つの半導体製造計画に失敗したと、うん、もうこういう事実があると。で、まあ、完全敗北したんだと、うん、でその背景は何かっていうのをもう一回ちょっと復習したいなというふうに思います、確かに以前扱った時は、はい、何でしたっけ、ね、確か半導体製造 その企業が、はい、デフォルトしたみたいな話だったりするんですけど、そうなんです。2020年の12月なんですけど、思考集団ですよね、これが社債がデフォルトしたと、うん、でしかもこれは清華大学の傘下の、うん、半導体グループなんですよ、だからこれ実は習近平氏肝煎りのプロジェクトなんだけれども、うん、この、まあ、いわば国営企業じゃないですか、ここの社債がデフォルトしたと、うん、これ何度やってことなんですよね、これ何かっていうと清華大学が、まあ、半導体の技術っていうのをこう拡充するためにね、作った、まあ、関連企業グループなんですね。だからここを箱を作って主だった半導体に関わる企業を買収してねグループを作ったんです、でこのグループで、まあ、簡単に言っちゃうと、TSMC とか、サムスンに追いつこうというプロジェクトをやったと、ところがここはデフォルトしたと、要するにお金がなくなってもう開発費も出なくなったってことなんです、はい、この原因としてはやっぱりトランプ政権がその制裁というか規制をかけたじゃないですか、はい、それが大きい大きいですね、まあ結局ねその半導体製造には半導体を作る機械が必要だし素材が必要じゃないですか、それをトランプ制裁で止められたと、だからもう作りようがないんですよ、でまあ、それを、まあ、内製化自分たちで、機械も素材も作れるようにしようというふうにしたんだけれども、まあ、全くうまくいってないってことなんですよね。そうすると、ファーウェイのその傘下のその、半導体企業とかっていうのがあるんですが、ここも結局機能しなくなるわけなんですよ、そうするとファーウェイって結局、中国の IT の そのフラッグシップの企業じゃないですか、ここが機能しなくなるということなんです、そうすると技術派遣において相当不利になったってことですよね、ファーウェイと取引が、まあ、規制されるから、ファーウェイにもその部品というか入ってこないし、ファーウェイの製品を輸出することも、まあ、制限されるっていうところで、そういうことですわけですね、はい、どっちも制限されていると。そうです。で結局ね、買うことはできるんですよ、で中国国内にサムスンとか TSMC の、工場はあるから、そこからまあ供給はしてもらえるんだけども、それは中国が本当に欲しい最先端の半導体ではないですね、よくその TSMC が工場を、日本に作るとかで、それを批判する人ってまあいると思うんですけどもね、保守派の中にも、それぞれ その TSMC の工場 の, そのレベルがあるんですよね、その技術のレベルが。でやっぱりアメリカには、相当な先端技術を持っていっても大丈夫だろうってこと で、で日本はそんなにすごい大した技術じゃないと、そういうことです。で中国にもそんな大した技術じゃないっていうことですね。そういうことですね。例えば EV とか、電化製品とか、その規制のもの、まあ、数世代前の工場はあるんだけど最先端工場っていうのはないんですね、だから、輸入しなきゃいけないんですよ、でもその輸入を止められてるから、じゃあ自分たちで開発しようと、でもそれがうまくいってないってことなんですね、
でこれに関してはですね、もう、TSMC の、 創業者のモリス・チャン氏が、はい、もう中国の半導体製造技術っていうのは TSMC に比べて5年以上遅れているって、うん、まあこれ遠慮して5年って言ってるんだけど、はい、もう遅れてるっていうのを断言してるんですよね、うんうん、で、この5年っていうのはおそらく私はもう20年ぐらいの意味で言ってるのかなって思ってます。20年で相当ですよ、うん、もうそれぐらいですよ、はい、とても追いつけるレベルじゃないんですよ、はい、うん、でまあもちろんその、まあ、フラッシュメモリーとかね、うん、ドラムとかね、うん、あの辺は、まあ、作れるようにはなったんですよ、ただその作れてもね、その量産化するっていうのはまた別の話で、うん、そこをどれぐらいまで量産化できるかっていうのは今四苦八苦しているという状態ですよね、うん、でしかもですよ、例えばそのフラッシュメモリーの基地があるのは武漢だったりするわけですよね、はいはい、と武漢ってあの新型コロナウイルスの発祥地だったじゃないですか、はい、でだからあの日本とかから派遣された技術者っていうのはもう一斉に引いたわけですよね、うん、そうするとフラッシュメモリーの開発っていうのもこれも滞るわけですよね、はい、でしかもフラッシュメモリーって時にね、生産 の、 その拠点っていうのが実は西安なんですよ、うん、と西安今、ロックダウンしてるじゃないですか、はいはい、だから作れないんですよ、うんうん、そしたらもう足りないということですよね。武漢と西安ピンポイントで狙われているような感じですけども、そうなんですよ、でドラムの量産化に関しても結局、はい、アメリカの商務省があのエンティティリストってブラックリストを載っけたから、うんうん、その最先端の、機械とか素材入れられなくなってるっていうことで、もう本当にね中国はもう内製化大失敗してるんですよね、うん、これあの中国製造2025で、自給率を2020年までに 40%、 25年までに 70% という計画だったんですが、はい、去年21年に至っても2割もう届かず、うん、十数パーセントですから、もうこれはもう全く機能しなかったっていうことですよね、うん、はい、でもそれまで、まあ、中国の企業っていうのは、はい、まあ、これまで日本の、うん、例えばソニーとか NEC とか、はい、あの技術者をこう金で、うん、こっちに来いと言ってたじゃないですか、そういう作戦っていうのももう今はもはや通用しない、だからあの引き抜いたんですよ、だから TSMC の、あの重要な人物とか、はい、技術者とかっていうのを引き抜いたんだけれども、結局そのノウハウっていうのが蓄積してない状態で引き抜いたって意味ないんですよ、うんうん、でそもそも資金がない、うん、半導体の最先端 の、 その工場ってもう数兆円単位でお金出さないと作れないんですよね、うん、ところがもうその資金力ないので今、うん、しかも、まあ、機械もない素材もない、どうしようもないですよ、うんうん、そうすると、まあ、中国どうするかっていうとやっぱり買うしかないんですよね、でしかも騙し討ちで買うしかないんですよ、で TSMC の最先端の半導体が欲しいって言ったらそこに供給している会社を騙してなんとか自分のところへ、あの引き寄せるみたいな、こう相当、うん、みみっちいことやらないとも手に入らない状態になっているということです、はい、ちなみに最後にお聞きするんですが、こう日本の半導体産業の今状況っていうのは、うん、はい、どうなんでしょう、これから将来は明るいのかどうかという、 あのね暗くはないっていうのが正解だと思うんですよね、うん、今、TSMC を、まあ、ここはもうかなわない独走状態になってるんだけれども、うん、ただねその最先端っていう時の意味って微細化技術なんですよ、いかに小さくするかって技術なんですね、うん、これがもう相当こう先まで行ってるので、こうもうドーンって大きくなることは難しいんですよ、うん、で次どうするかっていうとこの、後処理っていうんですけれども、うん、その後処理でいかにこう、技術革新するかっていうところ行ってるんですよ、うん、あるいは半導体2つを組み合わせてこの重層化することによって全体の機能を高めるっていうところに来てるんですよ、うん、そうするとその後処理に関しては日本の技術っていうのが非常に重要なんですね、うん、つまり、半導体 の、 その前の技術っていうのはもう、相当先まで行ってて、ここはもう日本手出しできなくなってるんですよね、うん、ただ後処理に関してはあの日本にはもう優れたあの企業がいっぱいあるから、ここと、まあ、連携して、まあ、素晴らしいものを作っていこうということになってます、うん、これね、なんでかっていうと、今半導体ってね、もう役割分担なんですよ、うん、
水平分業の状態になってるから、それぞれの国が、あ、ごめんなさい、それぞれの企業が1個、自分の得意な分野を持ってると、うん、そこを持ち寄っていかに優れたものを作るかっていう競争なんですね、うんうん、そうすると TSMC という微細化の、トップがいると。で、日本も素材のトップがそれぞれいるわけですよ。で、後処理でも重要な技術を持っているところがあると、うん、これ組むとすっごい力を発揮すると思うんですよね、はい、で、だから、なんていうのかな、その素材技術でもしかしたら、他の国でこう取って変わるような企業が出てくるかもしれないんですが、もしここが、入ろうとしても、もう TSMC としっかりこう開発 の、 そのグループを、作ってたとしたら、もう入り込めないじゃないですか。で、それを今やろうとしてるんです、はい。話を聞くにつけて、はい、やっぱりこう台湾がいかに重要かっていうのは、うんうん、もちろんそういう地政学的なところもありますけども、やっぱりこういう技術的な TSMC の存在っていうのは、はい、まあ、半分ぐらいあるのかなと。まあ大きいです ね。TSMC というのがこの、まあ、半導体のモンスターがもうできちゃったってことだから、うんうん、とここもどうしようっていうことはないですよ。もう連携するしかないですよ、うん、だからいかに台湾それ自体を、はい、まあ、自由主義権というかこちら側に、そうですね、囲い込むというのもですね。そうですね、中国の狙いとしては、それこそ年始の動画でしたっけ、はい、もう台湾 TSMC を取りたいから、うん、もう台湾統合と取るという、そうそう、それが中国の狙いだっていう話なんです。そうですね、はい、そうです、うん、で TSMC もね、結局アメリカの特許っていうのを使わなければ存続できないんですよ、だからアメリカ側に使わざるを得ないです、うん、中国は特許なんてないので、はい、TSMC に必要な、だからアメリカ側からシフトするってことはないんだけど、強引に取られるってことはあるわけだから、うん、そこはやっぱりこう国益としてね、うん、日米の国益として守るしかないかなと思いますね、はい、いやいや、ということで、はい、中国は半導体戦争に完全敗北しそうだなという話、はい、いや、もうこれね、敗北したとしているでいいですか、下でいいですよ、はい、ということで、まあ、嬉しいニュースですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。